はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。 PUBG モバイル、皆さんよろしくお願いします。ということでですね、本日はですね、リクエストをいただいたんで、そのリクエストにお答えして、ソロをやっていきたいと思います。はい、まあソロはねマジで全然やってこなかったんで、かなり苦手です。はい、ですが、まあなんとなくやっていきたいと思います。せっかくリクエストいただいたんでね、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ということでね、もちろんイベントモードのリビックランですが、もちろんここはやっぱりカーネルのサンダースに会いに行かないといけないんじゃないかなと思いまして、カーネルのサンダースの家に行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう。かぶってないかな。てかソロってさ、一回やられたら終わりじゃん。それがやばいよね。緊張感、変な緊張感漂ってるわけですよ。さあ、冬に撃たれたらもう終わりですよ。お、あるんだ。一番最初に来れば手に入るんですね。なんとこちら豪華なチキンといろんなものが拾えるということで、めちゃくちゃいいね。初動はいいな。ここに初動来るっていうのはめちゃくちゃいいかもしれない。はい、なのでこのいるな、ケンタッキー艇はぜひね、初動で行ってみてください。これはボットですね。もう足音、足音ボットなんですよ。はい、なのでまあしっかり倒していくと、うん、まあなるべくなら敵と遭遇したくないんですが、まあ久しぶりのソロなんで、どん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 攻めていきたいと思います。はい、どうせだったらガンガン攻めていこうかなとは思っております。はい、ソロなんでもうしっかりと、こういうドリンク等を決め込んでおきましょう。はい、いつ敵と出くわしてもいいように最初にもう飲んでおく。はい、早めにね、補充はしておきましょう。で、あとはどこにいるかな。結局ソロでもやっぱゾンビエリアの方に行ってると思うんですよ。しかも再配置できるからね。そう考えるとイベントモードで暴れ狂った方が実はめちゃくちゃいいんじゃないかなとは思うんですが、あとね、ちょっと長物というか割と、長距離で戦える武器を持っておいた方がいいのかなっては思うんですが、でもまあいつものね武装でいこうかなと思っております。ここはあそこにいるな、いますね。プレイヤーかもしれないんですが、どうしましょうかね。結局まあ動いた方が弱いんですよ。はい、ですが私は動かないわけないじゃないですか。私は行きますよ。はい、待った方が強いです。皆さん決して行っちゃダメです。基本的には行かないでください。基本的には行くよりも待った方が絶対強いんで、攻めるのはやめてくださいね。私は行く、行った方が面白いから。行きます。あ、逃げた。あ、遮音してるな。車強そうだね。ソロ、ソロは車が強そう。いますね。はい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 、1枚そこにいて、もう1枚どこ行ったん。ここの、あ、ここにいるわ。ここにいますね。倒していく。ただのボットでしたね。こいつはただのボットでしたね。今、車に乗ってたやつ、あいつどこに、なんか火炎瓶？火炎瓶？火炎瓶？どうしたそれ？いるの何か。ホラー現象だな、その火炎瓶は。いや。あ？火炎瓶？ちょっと待って、待って。何その火炎瓶？すげえ怖いんだけど。何それ。え、どっからその火炎瓶投げてるの。こっち何。 OK、 倒していく。こいつ火炎瓶じゃないよね。こいつ再配置きそうだな、持ってる武器的に。こいつも違うよね。
とりあえず回復したい。でワンチャン再配置が降りてくる可能性があるから、体力とブーストゲージフル回復、めちゃくちゃ強いね。これがケンタッキーのメリットだよ。美味しい美味しい、美味しくて強い。さて采配は降りてこないのか。まあいいか、とりあえずアンチに行きましょう。いやーソロはやっぱり緊張しますね。ソロの戦い緊張しますね。ただまあ相変わらずな戦い方しかできないんですけどね。相変わらずそんなうまいプレイもできないし、まあ、とりあえず最終的に勝てればいいかなと思ってますんで、最終的に勝てるようにやっていきたいと思います。まあおそらくね、ミッドの中にいるんじゃないかなと思います。であとはイベントモードの方から来るやつが来てもおかしくないなと思いますが、ソロってマジで難しいね。あーいますねやっぱり。はいはいはい、出ましたね。こういうことなんですよ。芋の強さ、これが芋の強さってやつです。はい、皆さん覚えておいてください。芋は強い、芋強し。あれ1名だけだったのかな、かわいそうだな。あのやられ方は本当にすげえかわいそうだな。アンちゃんまだ大丈夫か。無理していく必要ないしな、これかといって、まあ、戦闘しないと面白くないので戦闘もしたいんですよね。そう考えるとあのゾンビのエリアに行ってゾンビの前通って再配置回収できないかな。あ、いるじゃんいるじゃん、やろうやろうやろう、やりましょうやりましょう。オッケーオッケー、いますよ。どこだ、いた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 。はい、倒していく。やっぱね、芋は正義なんですよ。芋は正義。うん。なので、まあ、こうなってしまいますね。残念ながら。ということで、どこ行こっか。とりあえず、アンチ内の家でも行って、家で立てこもりますか。お、こんなとこに高級車があるぞ。あ、芋ってんな。芋ってるな。恐ろしく芋ってるやつがいたな、今。あ、上にいるのか。一番上にいますね、これ。一番上だ。出てるな。強いよな、それ。上で待ってるの、マジで強えな。降りてこい、降りてこい。勝負だ。勝負だ。はい、投げていく。さあ投げていく。ちょっとドリンク飲んで、さあ投げ物構えていく。誰か来たぞ、誰か来たぞ、来たぞ。ボットだな、これボットが邪魔しに来たな。行ったぞボット。はい、倒していく。あー、やられた。畜生、あいつボットだったのか。再び、なんや、なんやったい。再びマッチングしました。黙らっしゃい。
はい、ということで再びマッチングしました。よろしくお願いします。ということで、まあ隕石の研究所まで飛んでいきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。まあ、負けっぱなしじゃ終われねえので、まあ、しっかりと、今回は、勝っていきたいと思います。はい、皆さんよかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さてさて、届くかなこれ。ギリギリ届きそうですね。あー、届いてないな。リビックってでも、どこでもいけるんだね、割と。どこでもいけるんですね。これはですね、うん、他の人の方がパラシュートうまかったですね。ということで、手前に降りるじゃん。手前に降りて、武器を浅くって、で、倒していこうかなと思う。あ、後ろ来てるな。どこ行くの？どうしたの？パンチで殴ってきたな。っていうことはあれ、プレイヤーさんだったのかな。ちょっと諦め気味に歩いてきてたんかな。うん、そのような感じが見受けられますね。つうことで、倒していきましょう。隕石の研究所の諸君を倒していきたいと思います。皆さんよかったら見ていってね。来ましたね。この陰キャムーブ見てってくれよ。外から敵を倒していく。超陰キャムーブしていきましょう。さあ、どこにいる？突撃しますね。突撃。再配置あるからね。再配置を考えたら。いや、イモッタが強いな、これ絶対。4人か。どこにいるんだろう。外にいるね。はいはい、やり合っていく。邪魔しようどんどん邪魔していこう。いいよ。あとはあれですよね、オッケー、倒していく。ショットガン持ちだったよね、これが。で、あと1枚いるのか。なるほど。結局、外で待たれてる可能性あるから、外待ちの可能性を含めて、慎重に行こう。いやー、わからんな。マジわからん。わからんけど、出るときが大変ですね。泳いでいこう。泳いで一旦外に出ます。外に出て、向こうから待たれている可能性を考えると、こちらから逃げた方が得策かなと思います。結局やっぱ待ってる方が強いんで、うん、なので、まあここから回避してこっち回っていくと、これが一番強いんじゃないかなと思います。うん。わざわざね、敵がいるところに行かない方がいい。うん。敵がいるところにわざわざ行って、やられる必要はないんです。なんかいます。あはは。え？私今、透けてた？今、私。見えてたのかな？そして君どこから来たの今。どこからやってきましたの。ちょっと怖いな。なんかわからんところから撃たれましたね。復活回数1回って書いてあるけど、復活はできるんですか。あそこに絶対敵いますよね。車が見えたけど、そこ絶対敵がいますよね。私がお察しするに。お疲れさんです。ごめんね、たまたま見えたわ今。
マジでたまたま。これをいわゆる偶然ってやつね。たまたま偶然見えたわ。申し訳ない。木あったっけ？あるね。パーマス欲しい。パーマスが欲しい。パーマスが欲しい。マジでパーマスが欲しい。お願いだ。パーマスをくれ。ブローザーか。まあ、悪くはないけどね、ブローザーでも。強いから、十分。グローザー取っていく。あ、グローザー取るのは危ないけどね。結局取りに行くのって。ちょっとリスクを犯して取りに行ったけども、あまりリスクは犯さない方がいいですね。なるべくなら。ソロに限らず、バトロワーゲーは待った方が強い。ナイス、銃声。パワープラントの方かな。アンチになってるパワープラントの方の可能性がありますね。今の銃声はね。あ、いますね。上から見えてますぞ。ここいますね。横取り失礼。横から失礼いたします。はいはいはい、次のアンチが気がありましたね。あ、パワープラントだね、まるまる。パワープラント入ったら強えんじゃね、そしたら。いきます。さらにパワープラントの方に寄っていきます。いきます。さらに寄っていきます。入りたいと思います。パワープラントに、おい、入っていく。銃声入っていくね。山上だね。山上撃ってるな、あれ。なるほど。あれが敵か。山上が。あそこにおりますね。はい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 。山の岩裏にいましたね。あやつ。敵ですね。うん。なるほど。敵の位置は分かったぞ。つうことで、あいつをどう倒すかだな。で、残り2枚でしょ？こいつを倒し、あと1枚いるわけか。いや。前出ます。敵から多分バレてます。倒します。はい、倒しました。で、あと1枚 SR で撃っていたあと1枚がどっかにいる。それを倒さなくちゃいけない。上を取れ。これ危ない。SR で撃ってたやつどこに行ったんだ？あ、いた！いましたね。こっちから出てくるな。いてえだろ、アンチ。はい、勝っていく。ということで、勝つことができました。皆さんありがとうございます。はい。ということで、本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。